はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はセリアのジェルと、セリアで売っているユニコーンパウダーのこの黒っぽいのを使ったデザインをやってみたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあまずはね、今回はこれを使っていくんですが、これをね、ユニコーンパウダーとして使うんじゃなくて、これを使ってちょっと砂ジェルっぽいの作れないかなと思って、今回はやってみようと思います。初めてやるんで絶対なるよとは言えませんが、一緒にやってる感じで見てもらえれば嬉しいなって思います。で、砂ジェルって、ちょっと参考に出そう。これって砂ジェルどこだ。前の動画で砂ジェルのアートを使ったやつやったんですけど、なんかね、廃盤らしいよ知らんのかいっていう。これ茶色っぽいのかな、これ。300プレストの300なんですけど、こういう感じでちょっとザラザラしてる、この感じ作れないかなって思ってますね。ちょっとこれブラックじゃない方がいいのかな、もしかしたら。ちょっとこれを参考にしつつやってみよう。まあでもブラックでやってみるか一旦ね。はい、で白、セリアの白ってなんだろう、シアー感があるから、それでね、うまいことできないかなって思ってます。で今回は混ぜていきたいので、パレットにこの白を出しておきます。どうなんだろうね、できるかな、うまく。まあでもね、やってみないとね、いろいろ試してみるのがやっぱいいですよね、わからないこととか。ちょっとね、多めに作っときたいんだけど、白ね、結構私よく使うから、もうなくなってきちゃったかな。ちょっともうこのままボトルのまま出そう。ねっと、はい、出しすぎたかなまあいいや。これにこの感じね、ちょっとキラキラしてるもんね、砂ジェルって。うお、入れすぎかな、ちょっとずつ入れていこう。あ、ちょっとでも黒いか、なんか、あ、チョコ&クッキーみたいな感じになっちゃったチョコクッキー感てか入れすぎたね、もうこれで十分だよ。入れすぎか、意外とそうでもないか、入れすぎた風じゃない。ちょっともうちょっと白入れようかな入れようかなまあなんせね、やったことないんで一発勝負だから、その辺は多めに見てほしい、多めに見てほしいよ。ちょっとこのプレストのカラーとちょっと違うね、中に入ってるラメ自体がプレストの方は多分茶色っぽいゴールドっぽいやつだから。さて、ちょっと白を足してみました。これだけじゃあんま変わらないかな。どうこれ。あ、でもこれはこれでいい感じ。まあ塗ってみようか。塗ってみよう。一旦。ちなみにプレストはこれね。なんかサイズ違いのラメが入ってんのかな、きっと。で、まあとりあえずチップに塗っていきたいと思います。塗る時の筆は今回一応、まあグリッターっていうかラメが入ってるので、私いつもパールグリッターラメ、グリッターラメでしょ、その辺を塗る時に使う筆を使います。まあ試しだよね。あ、でもいい感じじゃないこれ。あ、意外と砂っぽいよ。もう動画でわかるか。ちょっと一回固めます。はい、では二度塗りをしていきましょう。これでもうちょっとサイズ違いのラメが入ってれば、もうより砂っぽい感じになったのか、果たして。はい、乾かします。はい、じゃあ二度塗りしたのがこういう感じになってます。わかるかな、つぶつぶしてるの。これいいね、このカラーのジェルを白じゃなくて、なんかもうちょっとグレーっぽいのにしてもよかったのかもって今思いました。まあこれで一旦トップを塗っていきます。ん、でもいけそうだよね、使えそうだよねこれ。はい、硬化します。
はい、トップ塗りました。まあトップ塗っても質感はそのままだね。ツルツルの、これ見えるのかな、こんな感じのちょっとつぶつぶが入ってる、かわいい、砂っぽいよね。で、こういう感じのジェルやる場合ってこうやってツヤ仕上げでもいいし、マット仕上げにするとよりなんか石っぽいというかそんな感じになるので、マットトップもね作ってみました。そしたらなんとめっちゃ石っぽくなったよ。私はこっちのマットの感じの方がすごい好きだなって思います。なんかこの台紙の感じと似てるね。どう、めっちゃいい感じじゃないかなと私は思ってるんですけど、皆さんどうでしょうか。ちょっと外してつけてみよう。おほら、もうなんて同じ色こっち、このツヤ仕上げの方とかもここと同じ色やん。こういう感じね。マット好きだな私。ちょっと爪がサイズが出ないな。ほら、マットめちゃめちゃ可愛い。でもマット、この色でマットするとちょっとくすんでくるから、まあそれでも OK な方はおすすめ。いい感じのができました、びっくりはい、こんな感じになります。可愛い、ほら、でもこのツヤ仕上げも可愛いよね。うわ、できるじゃん、できたじゃん。つまりですよ、まあ、今回はセリアジェルと混ぜたけど、これこういう黒っぽい、これはまあユニコーンパウダーとして売られてたから、若干ちょっとゴールドっぽいキラキラも入ってる気がするんですけど、これと、まあ、ちょっとシアっぽいカラージェルと混ぜれば砂ジェルっぽいのできるということが判明しましたね。はい、皆さんはマットとツヤとどっちがお好きでしょうか。私はマットが好きです。でまた今度この砂ジェルを使ったアートをできればいいなって思ってますので、ぜひそちらも見てもらえると嬉しいです。こんな感じね。あ、いいね、このワンカラーとか全部やりたいって感じ。はいとまあこんな感じです。こんな感じでできました。皆さんありがとうございます。はい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。